IH ヒーターの使い方について説明します。最初にお好みの火力で調理をする手順を説明します。煮豆などがじっくり煮込めるとろ火や、オムライスがふんわり仕上がる弱火、焼きそばがシャキッと仕上がる中火、湯沸かしがスピーディーな強火まで12段階のきめ細かな火力調節ができます。調理の操作手順をパスタを茹でるを例に説明します。またここでは IH ヒーターの操作に共通する注意のポイントも合わせて説明します。鍋の温度を正しく測るため、水を入れた鍋を IH ヒーターの円の中央に置きます。電源スイッチを押します。次に上面操作パネルの火力キーの中から希望の火力を選んで押します。スタートキーを音がするまで約1秒間押します。表示部が点灯し加熱が始まります。調理中に火力を変えたいときは火力キーまたは右側の設定キーを押して調節します。お湯が沸いたらパスタを入れます。調理が終わったら切りキーを押します。電源を切ってもトッププレートの温度が80度以下になるまで高温注意が点滅します。80度以下になると自動で消えます。また本体内部を冷却するため最大約10分間冷却運転を続けることがあります。冷却運転中はファンの音がしますが、冷却が終了すれば自動で止まります。運転終了後の高温注意表示と冷却運転はその他の運転の終了後でも行います。次にメニューを選んで調理する手順を説明します。8種類のメニューがあります。揚げ物メニュー、ステーキメニュー、炒め物メニュー、卵焼きメニュー、湯沸かしメニュー、煮込みメニュー、保温メニュー、炊飯メニューの8種類です。この中からステーキメニューを使った調理の手順をビーフステーキを例に説明します。温度を正しく測るため、フライパンを IH ヒーターの円の中央に置きます。フライパンに油を入れます。メニューキーを押し、表示のステーキの文字を点滅させます。設定キーを押して温度を設定します。ビーフステーキを調理する場合、温度は210から240度に設定します。スタートキーを音がするまで約1秒間押します。予熱が始まると予熱中の表示が点灯します。予熱中はフライパンの温度を正しく測るため、 IH ヒーターの中央から動かさないでください。予熱が終了すると表示部に適温が表示され、メロディーと音声でお知らせします。適温表示後は設定した温度を保ちます。
適温になったらステーキを入れて調理をしてください。調理が終わったら切りキーを押します。次に揚げ物メニューを使った調理を天ぷらを例に説明します。操作する時の注意のポイントも合わせて説明します。揚げ物は油を使い高い温度で調理をすることから、正しく使用しないと発火や火傷の原因になります。次のことを守ってください。揚げ物には必ず付属の天ぷら鍋を使ってください。付属の天ぷら鍋以外を使うと温度調節機能が正しく働かないことがあり、火災の原因になります。また付属の天ぷら鍋でも鍋底が変形した鍋は使わないでください。油の量は 200g から 800g の範囲で調理してください。 200g 未満で使用すると油の温度が高くなりすぎ、発火の恐れがあります。また量が多すぎると溢れて火傷や火災の原因になります。調理するときは必ず揚げ物メニューモードを使ってください。調理中はそばを離れないでください。調理中に油煙が多く出たら電源を切ってください。次に使い方を説明します。温度を正しく測るため、油を入れた付属の天ぷら鍋を IH ヒーターの中央に置きます。メニューキーを押し、表示の揚げの文字を点滅させます。メニューは揚げ物が優先するようになっているので、メニューキーを押すと揚げが点滅します。設定キーを押して油の温度を設定します。天ぷらの場合温度は180から200度に設定します。次にスタートキーを押します。表示部が点灯し予熱が始まります。予熱が終了すると表示部の温度表示が点灯に変わり、適温が表示され、メロディーと音声でお知らせします。油の量が 800g の場合で約10分ほどかかります。適温になったら調理をしてください。調理が終わったら切りキーを押します。 IH ヒーターを使った調理手順の説明を終わりますが、その他のメニューのレシピや調理手順が調理のコツや料理集の中に収録されていますので、ご覧ください。